は姫路市の地場産業といえば何を思い浮かべますか？この姫路の広場でも今までに様々な地場産業を紹介してきました。酒米の王様山田錦を生産し、鉄分が少ない伏流水に恵まれた姫路、優れた技術を持つ杜氏によって作られる地酒は高い評価を得ています。市内各地で採れた良質の小麦粉や菜種油などを使った播州駄菓子は全国に名を馳せる地場産業です。その他には鎖、ボルト、ナット、飛角などがあります。そして意外と知られていない姫路市の地場産業がマッチです。そこで今回の姫路の広場では、姫路でマッチ産業が根付いた背景や歴史、そして製作の現場をご紹介します。ここにマッチ箱があります。中を開けてみると、同じ方向にきれいに並んで入っていますよね。私の子供の頃のマッチの思い出というと、夏の花火をする時にろうそくに火をつけた思い出があります。ただ小さい頃は親に危ないからってね、叱られた、そんな思い出もありますね。でも今は大人になってなかなかつける機会ってありません。今日はちょっと久しぶりに実際につけてみたいと思います。では1本取って、よいしょ。おー、この感じ懐かしいですね。日本でマッチの生産が始まったのは明治8年の頃、金沢藩士の清水誠という人物が欧州で学んだマッチの製造方法を生かし、東京で工場を設立したのが始まりです。その後、港が近く輸出に便利なことから、大阪や神戸が生産の中心となりました。神戸では鉄鋼業や造船業などの産業が発展するにつれて、マッチ生産の中心は次第に西へと移動、そして姫路が生産の中心となっていきました。現在でも兵庫県は全国のマッチ生産量のおよそ9割を占めています。マッチってどんな風に作られているんでしょうか。早速行ってみましょう。訪れたのは姫路市網干区に本社を置く大和産業株式会社。大正8年創業で、一昨年には100周年を迎えました。目の前にはいろんな種類のマッチがあるんですね。なんかこう黄色とかオレンジ、青とか、いろんなカラフルなものもあって、おしゃれなタイプからちょっと懐かしい感じの、なんか仏壇にあったような、そんなイメージがあるんですけど、これはどういったものになるんですか？はい、こちらですね、鶴丸で、またカモメ、金鶴と出して、当社創業の折より、古くから登録商標で販売しております。でこちらが主に外国向けの、広告マッチ、色とりどりで綺麗やと思うんですけれど、うん、頭の部分に、色香を使いまして、7色の色で、再表現しております。結構カラフルですし、なんかこう日本のマッチはこの色みたいなのはあったりするんですか？はい、ほとんど9割近くはもう赤のものばかりなんですけれど、一部お仏壇向け、3倍マッチ等でして、こちら白の頭を使っております。なるほど。どうしてこのマッチ産業が姫路市で根付いたんでしょうか？はい、いろいろ言われているんですが、貿易港である神戸港が姫
姫路に近かったこと、輸出に有利であったこと、そしてあのマッチを作る、乾燥工程、この瀬戸内の末の気候、夏は暖かく冬はまあ穏やかというのがマッチの乾燥工程に適していたからだと言われております。それでは実際にマッチの製造工程を見せていただきましょう。原田さん、これは一体何だと思いますか？ちょっと触ってみていいですか？はい、これいわゆるあのマッチの棒のところじゃないですか？そうです。これは白葉アスペンの木を使いまして、これらを中国スウェーデンから輸入したものを当社で加工しております。全部やっぱ同じ長さの同じサイズなんですか？はい、こちら間伐材を使っておりますので、加工したものをさらに表面磨きをかけまして、選別したものをマッチの製品として使っております。ここでは軸木が折れていないか曲がっていないかをチェックしています。次にふるいにかけて異物を除去した軸木はベルトコンベアで次の工程へと運ばれます。こちらでマッチを製造しております。先ほどの工程で選別ふるいにかけましたマッチの軸を、この機械マッチの自動製造機でマッチの軸の状態、頭をつけて加工しております。なんかすごい大きくて迫力がありますね。杉本さん、はい、マッチってでもどこにあるんですか？近くで原田さん見てみましょうか。こちらどうぞ。この自動マッチ製造機は全国で3社しか稼働していないそうです。自動マッチ製造機に運ばれた軸木は同じ方向に並べられた後、穴の開いた金属板に差し込まれます。その金属板を次の工程に運び、軸木にパラフィンという液体のろうを染み込ませます。次に軸木を投薬に浸し引き上げると、表面張力によりマッチ特有の頭の形が出来上がります。さらに30分ほどかけて移動させる間に冷風と温風を当てて投薬を固化乾燥させます。使われている三河も姫路市の地場産業です。比較生産地である姫路市では三河の原材料となる比較くずや牛骨などを容易に入手できたため、明治時代の初めから三河製造業が盛んに行われていました。三河は紙箱を形成する際の接着剤や日本画の絵の具の固着剤などにも使われています。
こちらの工程ではマッチ箱の箱を組み立ててマッチを箱に込める工程をここで行っております。箱も機械で作られてるってことですか？そうです。すごいですね。そうですね、手作業ではかなわないような量を機械が賄ってくれてます。よく見ると形に沿って切られた紙がのり付けされて折られていることがわかります。出来上がった箱にマッチが詰められていくのですが、これも自動なのです。ただし軸木が折れていないか、マッチが逆向きに入っていないかなどの点検は人が行っています。最後にマッチを点火するために使う束薬を箱に塗って完成です。杉本さん、ちょっとね、昔から一つ疑問に思ってることがあるんですけど、はい、お聞きしてもいいですか？あのね、このマッチのこれ中のマッチ棒を取るじゃないですか。でその後この茶色いところでこうシュッてして火をつけるじゃないですか。この仕組みってどういうことなんですか？はい、こちら箱の横の部分には赤リンという薬品を用いております。マッチの頭、この部分に硫黄と塩素酸カリウムを用いておりますので、赤リンと硫黄、そして塩素酸カリウムが合わさって火が初めて着火するようにできてあります。あー、だからこうバッてちゃんとしっかりつくようになってるんですね。そうなんです。昔のマッチには茶色の紙がなく、どこにこすりつけても火がつきました。その方が便利なように思えますが、それではあまりにも危険です。今では世界のほとんどの国がこの安全マッチを使っています。ちなみにこちらでマッチってどのくらいの量作られているんですか？はい、先ほどご覧いただきましたマッチの自動生産機で1時間あたり約200万本を生産することができます。当社ですと最大1日あたり1700万本近くを生産が可能です。マッチの需要はライターなどに押されて減っているのが現状です。しかしマッチの投薬は人に無害な成分でできており、軸木も間伐材を使用しているので環境に優しいといった面があり注目されつつあります。大和産業さんではマッチの他にもいろいろな製品の製造に力を入れておられるそうですね。はい、当社ではマッチの他にウェットティッシュ、ポケットティッシュ、そしてうちわの生産をしております。マッチの箱の印刷技術を生かしまして、これら各種ノベルティとしまして営業品目に加えております。最後に今後の展望をお聞かせください。はい、当社大和産業はマッチで創業し、古くは戦前より、そして昭和の最盛期を経て播磨の経済文化の担い手として今日まで歩んできましたけれども、マッチの生活必需品としての役割はライターや各種電化製品の普及によりやや薄れつつあるのが現状です。それでも姫路の地場産業として時代に明かりを灯してきたマッチ事業を次の世代へ受け継ぐべく、これからも励んでいきたいと考えております。